岩淵水門旧、岩淵水門竣工当時の旧、岩淵水門草刈りの日岩淵水門は、東京都北区下において、現在の荒川と隅田川とを仕切る水門。かつて、荒川放水路と呼ばれた人工河川を、現在は荒川と呼び、かつての荒川を隅田川と呼ぶ。この水門はこれらの分岐点にある。新旧二つの水門がある。旧水門の通称は赤水門、新水門の通称は青水門。赤水門は1924年に竣工し、すでに運用を終了した。青水門は1982年竣工し、運用中である。荒川上流からの流量が増えた場合、岩淵水門を締め切って、隅田川の洪水を防ぐために設けられている。平常時は水門を開け、荒川と新河岸川、隅田川とをつないでいる。荒川の準流最強時を除くと、新河岸川、隅田川から荒川方向へ流れている。大まかに言えば、引潮時には荒川から隅田川に、上げ潮時には隅田川から荒川に流れる。旧水門はその色から通称、赤水門と呼ばれる。1916年に着工し、1924年10月に完成した当初の水門。RC 造りで9メートル幅のゲート5門で構成されている。1960年3月に通船のために5番ゲートが改造された。完成以来、最大2メートル以上にも及ぶ地盤沈下や左右岸の不当沈下が発生するなどの問題に悩まされ、新水門完成に伴ってその役割を終え、取り壊されることになったが、地元の人などから惜しまれ保存されることになった。後に土木建築物としての価値が高いと再評価され、1995年には産業考古学会によって推薦産業遺産に、1999年には東京都選定歴史的建造物に選定された。水門上は歩行者自転車専用橋として開放され、川に囲まれた中之島に渡ることができる。水門公園には草刈りの日と呼ばれる大きな石碑がある。これは1938年から1944年にかけて付近の荒川土手で行われた全日本草刈り選手権大会を記念して作られたもので、農民魂はまず草刈りからという碑文が記されている。新水門はその色から通称青水門と呼ばれる。旧水門の老朽化、地盤沈下対策、また洪水調整能力の強化を考えて300メートルほど下流に作られた。1974年に着工し、1982年に完成した。事業費は約70億円。200年に1回の大洪水にも耐えうるように作られている。RC 造りで10メートル幅のゲート3門で構成されている。重さは1枚あたり214トンで1500トンの水圧に耐える。増水時には水門を閉じ、荒川上流と隅田川の水流と途絶させる。通常の閉鎖にかかる時間は約45分だが、クランクハンドルによる手動の閉鎖では30日かかる計算になる。これでは大地震等で電源を喪失した場合に閉鎖できなくなってしまうため、自家発電装置や電源がなくても、門扉を自重で降下させる装置の設置が行われている。国土交通省荒川下流河川事務所のマスコットキャラクターであるガンブッチは岩淵を読み替えたもので、新岩淵水門をモデルとし、顔の両脇にその特徴的な水門の形をあしらっている。ありがとうございます。